さんおはようございます。ただいまから、CS、子ども礼始めていきます。また、オンラインで見てくださっている子どもたち、こんにちは、こんばんは。共にみんなで礼拝を始めてまいりましょう。それでは、お祈りをさせていただきます。2022年、5月の19日、ザ・大東部エタナガアカペアントーケ教会、子ども礼拝を行います。はじめにお祈りします。天のお父様、今日のシェンス、礼拝、導いてくださりありがとうございます。この場にお一人お一人を導いてくださり、礼拝を行うことができるように、できることを覚えてありがとうございます。主がお望んでくださり、また祝福を豊かに、お一人お一人に与えてくださり、今日お計画も取れる礼拝の受ける御心が行われていきますようにお願いいたします。感謝して、御子であるイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。それではみんなで元気に神様に賛美を捧げていきましょう。よろしく。
主の祈りを祈って参りたいと思います。おなれになっていない方はこちらのスクリーンの方もご覧になって共にお祈りをしていきましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それでは、和式のその御伝道師に導いていただきまして、生産知識の時を持ってまいります。それでは聖餐式を行います。聖餐式とはイエス様の十字架の死を告げ知らせるものです。イエス様をご自分の救い主としてこの信じ、すでに洗礼を受けておられる方、またこの洗礼を望んでおられる方にはぜひこの式に加わっていただきたいと思います。またこの礼拝をインターネットで見ておられる方々の中でイエス様をご自分の救い主と信じ、また洗礼を受けておられる方もこの式に加わっていただきたいと思います。インターネットの方はこのご自身でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意していただきたいと思います。それではこの聖餐式のためにお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日のこの CS 礼ありがとうございます。またこの聖餐式のこの恵みをありがとうございます。このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを祝福してください。私たち一人一人に御体と御地の恵みを豊かに表してください。この時を感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは共に悔い改めの祈りをしていきたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様の前に告白しておいてください。この悔い改めのこの祈りを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
朝はパンを取り祝福して後これを先彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の御体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血をいただきましょう。それではお願いいたします。生産式を導いてくださり感謝いたします。この時を主に感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。生産の恵みに預かった後は感謝の捧げ物の時、神の国と神の義を賛美しながら共に生産献金時を持ってまいりたいと思います。日々の生活、健康を持ってくださり、また御心を、神様の御心を行うことができるように助けに導いてください。この献金の時を感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではですね、神様から受けた恵みの証をしていただく時間になりましたが、時となりましたが、今日はどなたか証ありますでしょうか。マークあるかなって感じなんですけど。マークありそう。ルク、ルク、あるかな。今日はないでしょうかね。大丈夫ですかね。はい。大丈夫ですかね。すいません、ありがとうございます。じゃあ、ご一緒に。じゃあ顔、顔隠して喋ってください。こうやってマイクやってあげるから、ザブと持ってるからさ。じゃあ、はい、はい、マイク入ってるよ。はい、どうぞ。こっち、あのか、はい、いいよ。ルク、顔見る。え、うん、昨日、ずっとルークが、幼稚園の時の友達と、
ゲームを一緒にやりたいって祈ってたんですけど、なかなかその機会がなくて、でも昨日その祈りが応えられて、念願のあのお友達とゲームをやるっていうその祈りが応えられました。感謝します。証しありがとうございます。素敵な楽しい証しをありがとうございます。ありがとうございます。それでは、マジキナスの御伝道師に神様のお話をしていただきます。お願いします。皆さんこんにちは。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日私たちをこの CS 礼拝に導いてくださりありがとうございます。これからのこのメッセージの時を主が豊かに祝福し導いてください。この時を感謝します。イエス様の皆によって祈りいたします。アーメン。今日御言葉を書いてきたんですけど、結構量が多いのと小さいので多分、ね、見えないんじゃないかと思うんですよね。なので見えるちょっと場所に皆さん来ていただけると感謝です。見えないと思うんですよ。こんなちっちゃい字なんですよ。ごめんなさい。すごく見えないでしょ。見えるところまで来てほしい。まだ見えない。ごめんなさいね、本当に。あのね、見えなかったらじゃあ耳で聞こうか。私読みますね、はい、今日はヨハネ14章16節からの御言葉になります。じゃあルーク君も聞いててね。よ、こちらで読みます。私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主はいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。でこのところからメッセージを始めていきます。今日はですね、ある事柄の誕生日なんですけれども、ルーク君は誕生日はいつですか。16日がルーク君の誕生日なんですけど、じゃあ何の誕生日なのかっていうと、今日はですね、教会の誕生日なんです。ペンテコステといってですね、今日この時からこの教会がこのスタートこのしたんですが、今日はですね、その時に起こった出来事をですね、見ていきたいというふうに思います。でその前に何が起こったのか、ちょっと簡単にイエス様を書いてみました。今日の登場人物はイエス様とお弟子さんなんですけど、こっちがイエス様になります。でこのイエス様はお弟子さんたちと一緒に3年半この地上においてですね、働きをこのされました。でどういった働きをしたかっていうと、人々のこの癒しを、病気を治したりですね、そしてこの救いをこの与えたり、そして奇跡の技をですね、この行っていました。でその時にですね、お弟子さんたちもイエス様の働きをですね、この近くでこの見ていました。でその後ここにありますけれども、イエス様は十字架にこのかかられます。でそれはイエス様がこの分かっていて、そのこともですね、お弟子さんたちに伝えました。もう私は間もなくいなくなりますよ。でどうしていなくなるのか、どうして十字架にイエス様がかからなきゃいけなかったのかっていうのは、それは私たちのこの罪の身代わりとなって、でイエス様
罪がないイエス様がこの私たちのこの十字架、私たちの身代わりとなってこの十字架にこのかかってくださるということがありました。そしてこの死んだわけなんですけども、3日目によみがえってこの今はこの天におられる。でそのことをですね、前もってお弟子さんにこの伝えてました。でずっと一緒にいたあのお弟子さんなので、イエス様がいなくなるっていうのはすごくこの悲しいことだったと思うんですけども、でもその時もですね、イエス様は全然私がいなくなるからって寂しくはならないよっていうことを言ってくださっていました。それはなぜかというと、今日のこの話の中心的な話になるんですけれども、聖霊様が与えられるからですっていうことをですね、このイエス様は亡くし死ぬ前にこの言っていました。でイエス様がですね、あのお弟子さんたちに一つ言ったことがありました。それはそれまでにあのお祈りをしているようにっていうんですね、言ってたんですね。で実際にあのお弟子さんたちはお祈りをみんなで集まってですね、お祈りをしていました。でそこからがこの今日の、あのお話にこのなります。でこの祈っていた時にルーク君前見れますか、お弟子さんたちにね起こったこの出来事がですねこれから始まるんですけど、あのここちょっと一人しか書けなかったんですけど、たくさんの人たちが、ね、集まってあのイエス様に言われてたようにね、あのお祈りをしてたんですけど、その時に天から風が吹いてくるようなあの音がした、ね、風が吹いてくるような音だから風なのかどうかちょっとあれですけど、音がね響いてきたの。でその音をね、あのお弟子さんたち皆さんも聞いたんですけど、その後ルーク君前見れる、お弟子さんたちの頭の上にね、これもまたあれなんですけど、炎のような分かれた舌、ベロね、舌って、これがねどんな感じなの、炎の単なる赤いベロになんですけど、これが、ね、聖書に書いてあるんですよ本当に。それが一人一人の上にとどまったっていう、風とともに、あの風の音とともにですね、とどまったっていうことがあります。でとどまっただけじゃなくて、お弟子さんたちはあの外国の言葉をね、あのみんながこう一気に話し始めたということが書かれています。で単に話しただけではなくてですね、その外国のこの言葉を持って神様をこの褒めたたえたっていうことがこの書かれています。でこの時にあのお弟子さんたちのこの内側にどんな変化があったのか、それは目には見えないんですけれども、この聖霊様が与えられた時の様子がこの今日のこの聖書箇所にこの書かれています。じゃあこの聖霊様ってこの何なのかっていうんですけれども、それは聖霊様がみんなのね、あのルーク君にも聖霊様がね内側にいらっしゃるんですよ。でみんなのところにで神様、聖霊様がいるってことは神様のことをもっとこの分かるようになってくる。ルーク君もね、これからもっともっとこのイエス様がどういう方なのかっていうのをですね、聖霊様によってこの分かるようになっていくっていうことが一つで、もう一つイエス様はさっきも言いましたけども、イエス様はこの罪のない方なんですね。なのでとてもこの清い方で、聖霊様もそれはこの同じです。ですからその聖霊様が私たちのこの内側にいるってことは、このことはやっちゃいけないよっていうこともね、この聖霊様によって私たちはこの気づくことができる。もう少しあの難しく言うと、罪が何なのかっていうこともね、このイエス、あの聖霊様が教えてくださるということもこの覚えてください。そしてもう一つ、さっきね、あのお弟子さんたちが外国語のこの言葉を持って神様をこの褒めたたえたっていうふうにこの言いましたけれども、この聖霊様がこのうちにこの宿られることによって、このイエス様のことをこの伝える
この力がこの私たちにこの与えられるっていうこともですね、この覚えてください。でこのイエス様がこの地上で働きをこのなされていた時に、たくさんの方々をこの癒し、またこの救いのこの技をこの表されました。でそれをこのイエス様がこの望んでこなされたことなんですけれども、このことはこのイエス様は今この天におられますけれども、それをもまだこの望んでおられます。でそれをこのどのような形で働きをこの進めようとされているのかっていうと、この聖霊様がこの私たちのこのうちに与えられている、私たち自身が神様のこの働きをこの担ってですね、この使わされていく、また神様のこの働きをこの進めていくっていう事柄をこのイエス様が望んでおられる。そして聖霊様もその働きをこのなしてくださるということをぜひ覚えていただきたいと思います。で実際にですね、お弟子さんたちもその働きに入っていったということを見たいと思いますけれども、今日はですねこの絵は一人なんですけれども、この人はじゃあ誰か、ペテロさん、12人いたお弟子さんの一人ですけれども、ペテロさんもずっとこのイエス様とこの一緒に行動してました。イエス様の働きをこの見てました。イエス様のことが大好きで大好きで、なのでついていっていたんだと思うんですけど、イエス様がもう十字架にかかってこの死にますよって言った時に、あなたは私をね知らないっていうふうに言うっていうイエス様にこの言われたわけなんですけど、その時にこのペテロさんは大好きなこのイエス様を知らないなんてこの言うとは、ね、全然考えてなかった。でそれは本当に思っていたことだと思うんですけど、実際にイエス様がこの兵士たちにこう捕まった時、このペテロさんはですね、イエス様を私はあの人とは一緒にいませんでした、あの人のことは全然知りませんということを言ってしまったんですね。でそれはただ1回言っただけではなく3回も言ってしまった。でそれはイエス様がこの言われてた通りのことがこのペテロの身にこの起こりました。でこのペテロはですね、その後この激しく泣いたっていうふうに聖書に書かれているので、大人が激しく泣くってあんまりないと思うんですね。なので本当に自分がやってしまったことを悔やんで、そしてこの悲しんだと思うんですけれども、その後ですねペテロはこのことをこの悔い改めてこの行きました。でこの悔い改めたのと、このベンテコステがこの起きた時、聖霊様がこの与えられた時に、このペテロ自身聖霊様によってこの強められてこの変えられてこの行きました。で十数日前にですね、泣いていたそのこのペテロを通して、その後何が起こったかっていうと、この聖霊様のこう力によって3000人の方がこのイエス様をこの信じるっていう、その大きなこの働きにこの入っていきました。でこれはペテロがこの強くこのなったのではなく、ペテロが何かをなそうとして、こう何かを変えてこう強まっていったわけではなく、聖霊様がこの与えられたことで、この聖霊様を通してこのペテロがこの用いられていったということがなります。ですから私たち一人一人にこの今この聖霊様がこのおられるっていうこのことはですね、非常に大きなこの神様のこの恵みであります。でこれからたくさんのこの人がこの神様をこの信じるこのようになっていきますけれども、それはどういう方法を通してか、私たち一人一人を通して多くの方がイエス様のことを知り、またイエス様のことをこの信じていくんだということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日はこのペンテコステの事柄でしたけれども感謝いたします。すでに私たちのこのうちにこの聖霊様がこの与えられていることをありがとうございます。聖霊様がこの私たちを通して豊かにこの働きをこの進めてくださることをありがとうございます。この時を感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは祝祷をしていきたいと思います。
願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共にとこしえにありますように。アーメン。